そうすればもう誰も言えない、君の手と足切りましょう。そうすればもう誰も触れない、僕がいるのに君はなぜ他の男と一緒に寝たんだ。それは君が犯した罪の罰、もうどこへも行かせはしないよ。今日からお前は僕の標本、君の胸に封印を打ち込みガラス扉のケースに入れ、それを僕の部屋に飾ろう。そして毎日観察するよ、見るたび続々する、この体のちたぎる、もう僕だけのものさ。その日には僕の標本少女は僕だけのもの、そうだ君をあの駅で見たと。そうすればもう腐りはしないで、ね、ずっとしたあの独特の匂い、それはさらに僕を興奮させ、もう動かない君の体を僕は無性に動かしたくなるよ。冷たくなった君の体に手を触れるたびゾクゾクするよ。ああ、もうお前を食べてしまいたい、君の胸をナイフで切り裂き、君の心臓を取り出し食べる、これで君の心も僕のものも、僕以外ないせはしないね。残りはケースに戻し、またそばに置いてあげるよ。印象話はしない、なんて君は僕の標本少女は。ケースの中から作りました、瞳の色は何色にしよう。育ちのような赤色がいい、君のその美しい瞳でずっと僕のことだけ見ていて、君だけはこの先もずっと僕のそばから話はしないよ。だって君は僕のもの、この先ずっと僕のもの、好みが朽ち果てるまで。そう、君は僕の標本少女、僕だけの